できれば望み果てない恥ずかな日をに憧れの可愛いもの取れなかったんだってよ。いろいろあるからね。いろいろな。証明写真まで撮ったのにな。いや、いやおー、あー、気持ちいい。いやおー、あ、水だ。マイク、マイク、マイク、電話。あ？踊りはや、ほら、坊主くれ。誰ですか？お客さんだよ、お客さん。30分も待ってるんだよ。客？またどうせ犬だの猫だの探せっつんだろ。今やってられっか、こんな暑いのよ。今何度だよ、今何度だ。汚ねえな、お前。41度。マジかよ。間違いござりません。間違いねえよ、41度だよ、おめえよ。まあ、とにかくよ、もう今日はもう休み休み、帰ってもらえ、帰ってもらえ、な。夏休み、サマーバケーション。だって神父様なんだよ。そんなことしたら罰当たっちゃうよ。神父？神父？誰だ？結婚か？結婚か？決めたか？いや。え？わかんない。誰？どういうの？は？眺めて過ごすダイヤ声がくナンバー飛び出せぐし戸惑う一日中泣いても意味ない Walking 売れてく価値飛ぶ鳥よチェリー売れてゆく価値の誘惑頬張って鮮やかなハイドロップロックシュビラルよチェリー番組は松下電工とご覧のスポンサー。あのマイクすぐ戻ってきますんで。
ありがとう。工藤先生。マイク。久しぶりだね。僕のことをよく覚えててくれたな。元気だったかい？マイクもただしもなんか別人みたいだな。別人？マイク広かったから。誰？何でもよ、寛別町時代に世話になった神父さんだったよ。世話になった神父さん。君も探偵かね？いや、マイクの紹介で俺古着屋やってます。古着屋。ああ、そう。どうしたんすか？ん？急に訪ねてくるなんて。うん、実は。ん？人を探してる。山崎幸男という青年を探してるんだ。あなたロシア式ルーレットって知ってます？ロシアのルーレット。何を言ってるんだ君は。できるわけねえだろ。ふざけるな。いや、ふざけるなって言ったって俺あなたのこと知らないでしょ。知らないあなた殺すには俺なりに理由が必要なんですよ。君らのとこへ通う前、僕が横浜へ来る前、20年ほど前になるね。僕は島根の田舎の方の教会に勤めてたんだ。その頃、彼と初めて出会った。20年前。というとそいつは？うん。まだ当にもならない子供だった。今は28、30くらいかな。あ、ごめん。どうぞどうぞ。失礼。彼の方は僕のことなんか覚えてないかもしれないよ。でも僕は忘れられないんだ、山崎幸男のことが。ねえ、ここにいるのは神様なんでしょ？君、この中にいるのは神様じゃないよ。でもね、神様は君の話を聞いてくださる。僕の耳は神様が君の声を聞くのにお使いになるんだ。神様に僕を死刑にしてくださいって頼んで、
この前田辺のじいちゃんの家に火をつけたのは僕です。じいちゃんがお母ちゃんにいやらしいことするんで、何遍もするんで、僕悔しいから殺してやろうと思ったんです。なのにじいちゃんと一緒に文鳥たちが死んでしまいました。僕はじいちゃんの文鳥は大好きだったんです。殺した？子供が？いや、正確には田辺さんが亡くなったのは酒によって心臓麻痺を起こしたからで、火事はぼやで、田辺さんのタバコの不始末だと言われてた。文鳥、火元に文鳥がいたのは本当です。かわいそう。じいさんを殺そうとして火をつけたっていうのも本当なんだ。山崎幸男には殺意があった。そして文鳥を死なせたことに心は痛めても、自分の中に湧き起こった殺意には何の疑いも抱かなかった。正直僕は怖かった。そんな懺悔を受けて。そうやって心を痛めているのを神様は知っている。心が痛いのは神様が君を許してくれた証拠だ。あの時僕は幸男の殺意を咎めることはできなかった。幸男はかわいそうな子でね、まだ二十歳かそこらで、生きるためのわずかな金で町の男たちに遊ばれて、僕ら大人たちはみんなそのことを知っていた。
その母親が幸男のことを持て余していたことも、でも誰も手を差し伸べることはしなかった。手を差し伸べたとしてもその手に噛みつくような子だったし、全身傷みたいなもんだからな、触られると痛いんだ。結局僕も彼が怖かったんだね。しばらくして母親も幸男も町からいなくなった。あの下のちょんまげにピース、あれ俺の妹なんですよ。予備校生のくせして今頃ハワイですよ、ハワイ。ったくよ、ちった勉強しろっつうのけしからんですよ。大丈夫ですか？あ、ごめんごめん。どうだろうマイク、彼を探してくれませんか？他の事務所よりリーズナブルになってます。とりあえず前金として現金で2万いただけませんかね。もう暑くて。神秘なことなんてよ、死んでるよ死んでる。お前適当なこと言うな。よう、マイクちゃんよ、日曜日何が来ると思うよ。そりゃ神の溝知るでしょう。神様は競馬やんないでしょ。硬いとこでエコエフカップか。5番11番とのボックスを集めにして、6番サレのエクエク、8番生シャツ好きよ、13番。広報会の構成員だったんだよね。ああ、当時横須賀から流れてきた若いやつで、山崎時雄じゃない、ゆきお、いいじゃん、山崎ゆきおって。ちょっと仕事なのよ、残念だけどさ。え、行く？あんたの番だよ。できないです。できないって言われてもね、俺あんた殺してくれって頼まれちゃったんだよ。仕事だし引き受けちゃったよ。
ちますから、ねえ、許すの俺じゃないから早くしてくれよ。泣くなよ、笑えって。神様、まだ僕は許されてますか？白川組の幸男でしょ。山崎幸男、親殺しの幸男ちゃん。母親か。14の時本目で外人刺して鑑別所放り込まれたらしいんだけど、その家宅捜索された時に風呂桶の中から骨になった母親が転がってあったとかなんとかでさ、まあ組に行った時みんなそう呼んでたわよ。まあ呼んでたっていうか私がそう呼んでやってたんだけどね、箔つけてやろうと思って。もしかしてその時の白川組の若頭ってあたしよ。いや、幸男ちゃんのことは結構可愛がってやってたんだよね、こうやってさ。ちょっとステージ終わった後ってさ、いや結構欲しくなっちゃうのよね。いや欲しくなるってジタバタすんじゃねえよ。すぐ済むからよ。いや男だろ。いや男だから冗談だよ。焦っちゃうよ。焦ったまんざらでもないんでしょ。ちょっとその気になって。とにかくあいつ人を殺すのなんか何とも思ってないとこあったわね。それよかさ、自分が死ぬの楽しみにしてるようなとこあったわね、まあ組にいた時はよく働いてくれてたよ。でも結局誰にも懐かなかったわね。今は陰で殺し屋やってるとかっていう噂聞くだけよ。殺し屋ちゃんか、やばいわよあいつ。適当に手を引きなさいよ。ヒル、おい、どうした？マイクさん！お前誰だよ？お前なんで俺のこと探ってんだよ？
ンマ・マイクって変な名前だな。これ芸名かよ。本名だよ。腹話術やるんじゃねえんだからよ。マイクさんね、俺大嫌いなんだよ、自分のこと探られるのが。俺も大嫌いだよ。それ変な気起こすなよ。俺たちは善良な市民なんだからよ。お前誰に頼まれたんだよ。依頼者の秘密は厳守です。わかる、ロシアルーレット。おいおい付き合えよ。俺のこと探してたんだろ。俺わざわざ出てきたんだ。俺よ、そんなくだらねえ遊びに付き合うかよ。あんな臆病だな、探偵さん。当たり前だよ。俺はな、死ぬのが怖くねえなんてカッコつけはやんねえ。臆病で結構だよ。じゃあ俺からやってやるよ。あと2発だ。腕なんとか助かれば俺が死ぬんだから。その子は関係ねえだろうよ。おい、しょうがねえよな。俺の顔見ちゃったんだから消えてもらうぞ。かわいそうにな。ちくしょう、離れろ。この子が死ぬんだとしたら何か間違ってるよな。てめえがどんだけかわいそうなガキだったか知らねえがな、そんで拗ねて人殺しになろうが俺には関係ねえがな。遊ぶな、人の命で遊ぶな。おい、いや、ヒロ、ここが海でさ、自分の釣った魚が死んだって何とも思わねえだろ。それと同じだよ。おめえが死のうがこの子が死のうがよ、運命なんだよ。それはもう神様が決めることなんだよな。よし、何だ。この子が助かればよ、俺が死んでお前も助かるんだよ。
神様。僕は自分が生き残った瞬間にしかあなたの愛を感じることができません。生きてることを許されなければ生きていけません。どこまでお聞きになりたいですか。ユキオ見つかったのか。見つかりました。生きてた。昨日の夜向こうから俺に会いに来ました。生きてたか。僕は知らない方がいいと思うかね。わかりません。ただあいつには会えないと思います。会えない。殺し屋というのは本当なんだな。ごめんなマイク、僕の本来の依頼は殺し屋の幸男に会わせてほしいってことなんだ。幸男と話し合いしたい。マイク、山崎幸男に会わせてくれ。俺はあいつのことが絶対に許せねえ。俺の仲間がひでえ目にあったからな。だけど先生、ん？俺は先生の喋る神様の言葉っつうのが大嫌いでした。正直一度も救われたなんて思ったことはなかった。そう。だけどもしかしてあいつは先生の言葉で救われるかもしれない。ありがとう。
あんたか。俺に殺しの依頼してきたの。変わってないな。君はあの頃のまんまだ。誰？あなたに殺しを依頼したのは私です。私を殺してください。はあ？自分の殺人依頼かよ。ふざけんなよ。あんた誰？怖いんじゃねえかよ。依頼しといて。怖いですよ。死んのが怖い。だからこうして殺してもらおうと思ってきたんです。死ねるし、もしかしたら俺が死ぬかもしれない。ね。なぜ？あなたは私を殺すのが仕事でしょ。そうだよ。でも違うんだな。それは神様が決めるんだ。神様が許してくれれば、あんたは生きるべきなんだ。死ぬ必要はないんだな。君はずっとこんなことしてきたのか。だから誰がてめえはよ。神父の先生か。先生、僕も君のことずっと探してたよ。何だよ。何なんだよ。もう一度だけ君と話をしたかった。神様の使いで来たなんて言うんじゃねえだろうな。お前は許されないなんて言いに来たんじゃねえだろうな。かわいそうです。なんだよ。お前やめろ。何やってんだよ。やめろ。先生、何やってんだよ。なんだよ。神様が、神様が許したから生きてるんじゃない。君が生きたかったから生きてるんだ。生まれたかったから生まれてきた。生きたいから生きている。あの時の君に
まだ僕